こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2019年の9月5日です。現在の枝コインの値段は 4.74 円ですね。はい、昨日から 2% 近く下がってまして、ボリュームも5100万円だと、少ない状態をキープしてます。はい、チャート見てみます。冷やしチャートです。冷やしチャートですと、はい、ずっと落ちてきてますけども、こうですね、少しぐーっと横倍という感じになってますね。はい、ただ、高値はどんどんまだ下げてるという状態ですね。はい、で安値は若干ながらも更新ですけど、なんですかね、レジスタンスライン、同じところで止まってたまに落ちてという感じですね。はい、で直近の4時間足を見てみます。はい、4時間足ですと、ちょっと上がりそうなところを見せたりもしてたんですけど、こうですね、ここちょっと肝落ち高値更新、肝落ち高値更新ですけど、やっぱりトータルで落ちてきてるという感じなので、はい、まだもうちょっと待つのもありかなという感じですけど、買い場は買い場という感じだと思います。はい、今日はちょっとツイートで、パーッと見たときに2周年を、祝ういろんなものがありますけど、まあ、記事としてはこれかなと思いますね。はい、カルデナ財団から、先週の金曜日、チャールズ・ホスキンソンのシェリーに関する重要発表とサプライズ AMA ビデオがありました。ビデオのお話内容はこちらが詳しく日本語で確認できますということで、ありがたい記事ですよね。はい、こちらカルダノ の、ウェブサイトですけど、チャールズ・ホスキンソンのシェリーに関する重要発表とサプライズ AMA ビデオの要約ということですね。はい、これは見ました。これおそらく全部読むと時間かかると思いますので、ちょっと端折りますけども、ビデオの簡単な概要、ネットワークテストネットは9月中旬に立ち上げ予定、インセンティブ化されたテストネットの立ち上げの発表は9月28日に行われる予定、ウロボロスのヒドラは9月に完成し、ウロボロスの研究を終える予定、9月20日にワイオミング大学で発火層も予定されている、フルダスの次のアップデートも9月に行われる予定、カルダノは第一原理思考を通して暗号の問題の解決に着手。これちょっと私分からないですね。第一原理思考を通して暗号の問題の解決に着手ということで、今の確か楕円曲線の使っているやつじゃなくて、次の格子なんとかとか、ああいうやつですかね、鎧ウォレットでステーキングができるようにしたい、ラズベリー PI のような小さなデバイスでホスティングができるように期待している。これもちょっと分かんないですね。はい、過去4年間の最大の課題は不可能を可能にすることを信じていることだった。あ、これはちょっとなんか精神論的なところができてますけども、カルダノの最新情報、ラストのグランテストのトネストニューコミュニティリリースされ、何百ものバグを修正した後も安定していますということですね。さらにチャールズはバイロンの2周年を祝うため、28日にブルガリに行きますと。本質的にシェリーのローアラウトということで、そうですね、第一段階が終わって今第二段階で、第二段階が終わるともうあれですね、ステーキングが始まるということでしたよね。はい、で9月の重要な月、これちょっと、いろんなところで言われてますよね。9月にはウロボロスヒドラの完成が予定されています。これはウロボロスプロトコル研究の最後の前進です。これは実行可能なプルーフオブステークプラットフォームの作成に関する以前の全ての研究の実現化となりますので重要です。またこれによってシャーディングとグローバルスケーリングも可能になります。ウロボロスの完成はコンピュータサイエンスにおけるプルーフオブステークの問題を解決する上で大きな前進になることを意味します。9月20日にワイオミング大学で大規模なハッカソンが開催され、ワイオミング州知事を含め500人の開発者が参加します。そこで私たちプルータスの次のアップデートを公開します。これにより開発者はカルダノネットワークに動作するアプリケーションとスマートコントラクトを構築できるようになります。最近リリースされたプルータスの本とユデミーコースはカルダノを使った構築についてコミュニティを教育することに、イーサリアムエコシステムと同等のものを達成するものに役立ちますと。プルータスの本出てましたね。質問と回答、
アルゴランドについてどう思いますか。素晴らしい人たちがいる良いチームだと思います。チャルズは以前この分野で多くの競争をポジティブだと思っているとツイートしたことあります。アルゴランドは IOHK の同様今後5から10年以内に登場します。ただし IOHK は早く始まったことで暗黒分野に必要なものに対して包括的な視点を持っていることからアルゴランドより少なくとも2年先を行っていると私たちは思っています。これには総合運用性から財務というシステムまで全て含まれます。私は彼らが IOHK から学んでいるのと同様彼らから学べることを楽しみにしていますということですね。はい、次、メインネットに移行する前テストの実行時間はどれくらいになりますか。その発表は28日、やっぱ5月28日理解したいですね。はい、イルワイダーは IOHK で働いてますか。もちろんですね。コメント、あなたは期待値管理でもっと良い仕事ができるかもしれません。目標が世界を変えることである限りプロジェクトはまさにそれを実現するチャンスを持ちますが、しかし第一原則から始めることが重要ですということですね。はい、第一原則というのはここら辺書いてありますかね。暗号空間内の期待値管理は難しいということを私たちは確認できます。問題は業界の誰もが第一原理から始めないという事実にあります。テクノロジーができることと実際に使用されるものとの間には大きな違いがあります。この分野の多くのアクターはサトシ・ナカモトの仕事をコピーしただけでしたが、システムが数十億人に拡大可能あることを確実にしようとは決して考えませんでした。これはビジネスの問題でなくコンピューターサイエンスの問題です。ここら辺がやっぱチャールズさんの独特というか体の間の独特なところですよね。はい、体のとイーサリンはどれくらい離れていますか。体の2年遅れていると聞き続けています。イーサリンは体のがすでに開発したプロトコルの多くをこれから開発しなければならないという事実を考慮すれば、実際は体の 2年遅れています。さらに彼らはすでに実行されている大規模システムプロトコルを実装する必要があります。走行中の車のタイヤを変えることを想像してください。動いている大きなトレーラートラックでタイヤを交換するにはさらに困難です。イーサリアムの機能更新するのはそのようなものです。体にはモデルのスーパーセットで優れたスマートコントロールシステムがあり、拡張、イーサリアムのタイヤをアカウンティングサポートします。イーサリアムはオンチェーンガバナンスという考え方を放棄しましたということで、確かあれですね、プルーフオブステークにするとかブテリンさんが言ってるとかっていう話もいろいろありましたし、イーサリアムはもうハードフォークを結構しているので、やっぱりちょっと無理は出てきてるのかなと感覚的にですけどね思います。でプログラム分かってる方もそうやっておっしゃってるので、やっぱり体に移ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、さあもうちょっとここに、ありますね。はい、ちょっと時間もありますので、ぜひご覧になってください。はい、値段を再確認します。 4.74 ですね。 14,012.9×4.74、 元本が10万円ですね。はい、33,578円の含み損です。はい、 33.6% のマイナスということになります。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。